こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回ね、ツイードの巾着袋を制作しました。よろしくお願いします。とりあえずね、ツイードで巾着袋っていうのが珍しいかなっていうので、ね、一つ特徴あると思うんですけど、このファンシーツイードっていうのがね、パステルカラーの黄色、ブルー、ピンクですかね、それぐらいの色が黒ではなくてね、チャコールグレーみたいなベース、もしかして黒かもしれないですけど、生地の具合でね、チャコールグレーのちょっと優しいトーンになってるベースに、このヤーンがね、この糸がね、編み込まれている、織り込まれているんですよね。で、まあいろんなそのファンシーツイードっていうと、このカラフルなことファンシーって言うんですけど、その中でも特にこれ可愛いなと思ったやつで、もう昔の生地なんですけどね、これの残り全部もうオールこれで大きいのポンと作りました。1回目にね、なんかすっごく過去の2019年にちょっとオーダーメイド品でね、1個大きめ、それも大きめだったんですけど、ボストン作って、でそれはもうそのオーダーメイドのちょっと知り合いの方なんですけどね、その人の手に渡っていったんですけど、でその後にこれを追加しながら、これがまだ残っていたやつを今にこう2022年になってやっと使ったって感じになります。だけど現在でもファンシーツイード生地は人気の生地なのでね、なんか流行がないところがとてもいいかもしれませんね。いつまで経ってもなんか新鮮な感じで可愛いなと思える、マルチカラーもいろいろあってもね、なんかファンシーツイードも偏りの色があって、赤系とか何系ってある中では、このまんべんなくいろんな色がマルチカラーになったところは特徴があるかと思いますね。それで今回なんですけどね、これどうしてもね、ここの先っぽが、これ2つずつ今こう仮に結んでるんですけど、このままじゃなくてちゃんとこういうの作っていくんですよね。でこれはゴールドじゃなくてシルバーの色が絶対合うなと思っているので、ちょっとシルバーのこれか、ちょっと違うモデルになるかもしれないんですけど、こういうスズラン型のもの、これを調達してシルバーをつけたいと思うので、今ねちょっとねつけてないんですよ。ゴールドだとちょっと違うなと思ったんですよね。ということでここにつけていくことになりますね。先間が2つつきます。ここのこれ今2ついっぺんに結んでますけど、太いんでこの紐が5ミリか6ミリあるんですよね。大きいやつだから、頑丈な分厚い生地だからってことで、ちょっと紐を太いのにしてるんですね。よってクリーンまで販売することになるので、ちょっと期間1週間ほど置きますけど、その間にアップしますので、もし気に入った方はどうぞご購入のご検討ね、よろしくお願いします。クリーマーになりますね。 YouTube からね行けることになるルートがあるんですけど、それを見てもらってお願いします。それでちょっと中見てみますかね。はい、こういうコーデュロイの、ね、ニットなんですけど、コーデュロイ系なんです。ふわふわっとした感じなんですけどね、そういうのをこの内側につけてみました。黒色です。ということで全体的に分厚くて、ちょっとねこんもりした感じのね出来合いになっていますね。はい、そしてですね、出来合いが使わない時はですね、こういうふうに畳んで収納もできますので、インテリア使いで使う使わないっていうのの時の使わないの時はこんな感じでコンパクトになります。特にね接着芯はしっかり貼ってあるんですけど、裏地も表地もハード薄地とかそういうのね入れてないんですよね。あえて入れてなくて、こうやって畳めるようにしてますので、なんかいろんな使い方をしてもらって、旅行に持ち運びにの旅行のカバンとして一つ入れるとかね、余分にとかいろいろ工夫してもらって、着替え入れとかですね、そんな感じでも使えるかなと思っています。ありがとうございました。